皆さんこんにちは。女子サッカー日本代表のなでしこジャパンでもプレーをした田中陽子さん。サッカーの腕前だけではなく、美人サッカー選手としても注目を集めていた選手です。そんな田中陽子さんですが、2019年にはスペインの一部リーグに移籍した経験もあるとか。そこで今回は田中陽子さんの生い立ちやサッカーでの経歴、さらにはプライベートの恋愛面についても詳しく見ていきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。まずプロフィールから見ていきましょう。お名前は田中陽子さん。1993年7月30日生まれの29歳で、山口県山口市の出身です。そんな田中陽子さんがサッカーを始めたのは、お母様からの勧めがきっかけでした。というのも、田中陽子さんは幼稚園の時からトンネル遊具に向かってボールを蹴り入れて遊んでいたとか。その姿を見ていたお母様がサッカーのユースクラブに連れて行ってくれたそうです。そこから地元のジュニアユースクラブである FC レオーネ、現レノファ山口 FC アカデミーに所属し、サッカーを始めました。当時はボールを蹴ること自体がとても楽しかったそうで、中でもドリブルで相手を抜いてゴールを決めることが一番嬉しかったそうです。幼少期は勝ち負けや技の上達というよりもボールを蹴るというサッカーそのものを楽しんでいたようですね。田中陽子さんをサッカーに導いたお母様の判断もとても素晴らしいですよね。このようにどんどんサッカーにのめり込んでいった田中陽子さんは、中学進学とともに親元を離れて、日本サッカー協会が運営するエリート選手育成機関の JFA アカデミー福島で寮生活を始めます。中学生ですでに寮生活をし、親元を離れるなんてかなり早いタイミングですよね。地元を離れる不安や家族から離れる寂しさはあったと思いますが、それでもサッカーを優先して決断したのでしょう。そしてこの JFA アカデミー福島では、サッカーの技術だけでなくマナー講座やコミュニケーションセミナーなどもあったそうで、人間としての成長を促すアカデミーだったようです。その後2008年15歳の時には U17 女子ワールドカップに飛び級で選出。2010年にも U17 日本代表に選出されており、ボランチとして全試合にスタメン出場を果たしています。しかもボランチながらミドルシュートを決めるなど、6試合で4ゴールの活躍を見せ、日本の準優勝に大きく貢献しています。そして2012年の JFA アカデミー福島卒業後は INAC 神戸レオネッサに入団し、この年の3月15日に開催された日韓女子リーグチャンピオンシップにて公式戦初出場を果たしました。さらに6月23日にはなでしこリーグカップにて公式戦初ゴールを挙げており、1年目から大活躍のシーズンを迎えています。2012年には日本代表として U20 女子ワールドカップにも出場しており、ボランチだけでなくサイドハーフやサイドバックなど様々なポジションで起用。その上で全6試合で6ゴール2アシストという素晴らしい活躍で、日本の同大会初となる銅メダルへと貢献しました。個人ではこの大会での6ゴールの活躍が得点ランク2位の成績となり、シルバーシューズ賞を受賞し、さらに山口市スポーツ特別表彰も受賞しています。19歳ながら世界で活躍が評価されて個人賞をもらうなんて、田中陽子さんのスキルの高さがうかがえますよね。そして翌年2013年にはサッカー女子日本代表の A 代表に初選出され、3月6日に開催されたアルガルベカップのノルウェー戦にて A 代表での初出場を果たしました。このように日本代表に選出されるほどの実力を持つ田中陽子さんでしたが、実は所属チームである INAC 神戸ではなかなか定位置をつかむことができず苦労しており、少しずつ試合への出場機会も減ってきていたとか。そのため2015年、当時なでしこリーグ2部に所属していた野島ステラ神奈川相模原への移籍を発表しました。 INAC 神戸はリーグトップレベルのチームだったため、そこからリーグ2部のチームへの移籍は異例で、当時かなり話題となったそうです。
田中陽子さんはこの移籍について、 INAC 神戸は一人一人のレベルが高かったため、それぞれの役割を求められてた。野島ステラは一つの役割ではなく、チーム一体となってやることがたくさんあると、チームの違いについて明かしています。おそらく田中陽子さんは一つの役割だけでなく、幅広く様々なスキルを高めて成長していきたかったのではないでしょうか。そして実はこの移籍で野島ステラ神奈川相模原を選んだ理由がもう一つありました。それは JFA アカデミー福島時代から知る菅野正明監督の存在です。田中陽子さんは菅野正明監督と交流が長くあり、そのプレースタイルやサッカー感を理解していたとか、さらに菅野正明監督のコミュニケーションや指摘する時の言葉遣いの気の利かせ方などにも信頼を置いていたため、移籍先に選んだと明かしています。確かに指導者によってチームの雰囲気や自分の練習に対する取り組み方も大きく変わってきますよね。田中陽子さんはチームのスタイルや人間関係など全てを含めて、 INAC 神戸よりも野島ステラ神奈川相模原の方が自分に合っていると判断したのかもしれません。そして移籍後は午前中は野島の社員として働き、午後からサッカーの練習をするといった日々を送っていたそうです。 INAC 神戸時代に比べるとサッカーの練習時間も短くなり、仕事との両立が大変になったかもしれませんが、それでも田中陽子さんは移籍後の人間関係も充実して楽しい日々を過ごしていると明かしています。この移籍から約4年後の2019年、田中陽子さんはスペイン女子1部リーグのスポルティング・ウェルバに移籍することを発表しました。 UEFA 女子チャンピオンズリーグへの出場を夢見ていたそうで、そのためにこのような超強豪チームへの移籍を決断したようです。ただ移籍から1年も経たないうちに新型コロナウイルスが流行し、思うような活動ができない日々が長く続きました。そして2021年7月にはスポルティング・ウェルバを退団し、9月1日にラージョバジェカーノ・フェメニーノへの加入を発表しています。しかしここでの活動はかなり短く、翌年2022年7月に退団を発表しました。そして2022年8月からは韓国 WK リーグのインチョン現代製鉄レッドエンジェルズへの加入が発表され、ミッドフィルダーとしてプレーしています。日本リーグへの復帰があるのかは分かりませんが、海外でのプレーを続ける田中陽子さんの活躍に期待したいですね。ここからはそんな田中陽子さんのプライベートの恋愛について見ていきましょう。結果からお伝えすると、2023年6月時点で田中陽子さんからの結婚や妊娠についての報告はありません。過去の熱愛についても調べてみましたが、田中陽子さんはこれまで週刊誌などに熱愛を報じられたことはないようです。現在29歳のため恋愛経験がゼロということはないと思いますが、サッカーを優先しているため恋愛に関しては前のめりではなかった可能性も考えられますよね。彼氏がいた時期があっても外に出歩くことは少なかったのかもしれません。ただそんな田中陽子さんですが、2014年12月26日に男性とのツーショット写真のようなものを載せていました。しかし後ろ姿で、しかも夜景をバックにしているためシルエットしか分かりません。女子サッカー選手には短髪で、シルエットは男性のような選手も多くいるため、チームメイトという可能性もゼロではありませんよね。ただ12月26日に載せているということは、この写真が撮影されたのはクリスマス当日である12月25日なのではないかとも考えられます。クリスマスとなると彼氏とのツーショット写真である可能性はかなり高くなりますよね。この写真以降、田中陽子さんから匂わせと取れる投稿はないようなので、この写真のお相手についてはかなり謎に包まれているようです。田中陽子さんは男子のサッカー選手との交流もあるようで、日本代表のキーパーを務める権田修一さんとも親しくされているとか。さらに決定的な証拠はないものの、過去にはリオオリンピック日本代表の
原川力さんとの熱愛も噂されたことがあるようです。それらを踏まえると、もしかするとこの写真のお相手もサッカー選手だったのかもしれませんね。サッカー界のビッグカップル誕生という報告がいつか聞けたら嬉しいですよね。今後も田中陽子さんのサッカーでの活躍、さらにはプライベートにも注目していきたいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。